企業の価値っていうのがこう下がってしまったっていう企業が非常に多かった。それではですね。企業の dx 化の実態と課題についてお話しいただきたいと思います。 DX 先ほど申し上げた通り2018年の9月にですね総務省から発表されたんですけどもその後あの中間報告っていうことで2020年の12月ですかね DX レポートのですね2というのがですね中間取りまとめという形で発表されましたどのぐらい進んでいるのかなというアンケートも実際に企業にね取って集計した結果ですね95%の企業がまだ全然取り組めていないと いう状況ですねなかなかまだ進んでいない企業さんが多いのかなと私の予測では9割の企業さんがまだ具体的な DX のやっぱりプロジェクトを立ち上げて推進できる体制が整ってないんではないのかなというふうに思いますけども米国とまあ比較しますとですねコロナ前に DX が進んでいなかった。 せいで日本のいわゆる生産性がこうねグッと下がってしまって企業の価値っていうのがこう下がってしまったっていう企業が非常に多かったこれがもう顕著になりました今後ですねまだコロナ落ち着かない中ですねうまく付き合いながらですね推進していく必要があるのかなというふうには考えていますとまあ DX ですねまあ段階っていうのが正直ございますいきなし新しいビジネスモデルをこうね創出しましょうと言ってもですねできるわけでもないです。 はい、<laughs> まずできるところから着実にステップアップしていただくのがいいのかなというふうには考えていますと、まあ、総務省からの発表の中でも、ですねまずはですねペーパーレス、アナログからデジタル、これに変革をしていきましょうと。 アナログの情報っていうのは再利用できないんですね。例えば紙に書いたものっていうのは次に利用しようとすると、天気っていう作業が絶対的に必要になります。えー、ファックスもですね、例えば今最近は PDF で受信ってできますけども、PDF はまだデジタルかとは言い切れないと。データとしては、やはりそこの入力されている項目を次のステップに活用できるような状態にしていかないといけないと。 例えばそれが受注システムであればウェブの受注システム、まあ、最近はインシーサイトとかですねインターネットでね18ができる仕組みっていうのがありますけども、まあ、こちらはもうお客さん側で例えばあの商品名とかお届け先とかもう入れてありますからね受領する側も再利用できるわけですよねこれはデジタルデータとして二次活用できる、まあ、こういったまず仕組みに行かないと次の段階に行けないと。 紙のままであるとか、メール添付で資料は送られてくるもののデジタルデータとしての再利用ができない状態でのやり取りでは次のステップにつなげられませんので、徹底的にアナログから デジタルデジタルデータに変換してもらうとこれが第一段階ですデデジタルデータルーになったらこれは社内の業務プロセス経理であれば例えば請求書受領したらこの請求書の支払いフローですとか、まあ、そういった仕組みがありますよね。会社内のこのプロセスをデジタルデータで全てやり取りするということが、まあ、第2段階ですね。 第3段階で全社のデジタルテータの統合だとかあとは取引先ですね心とデジタルテータで全てやり取りするとそうするといわゆる自社の周りの環境が大幅に変わっていく中で変革が可能になってくるわけですね、まあ、DX の事例としてですね例えば Uber Eats とかねよく話題に上がったりするんですけどねアナログがないですよね 最後の配達で配達員が人が動くというものがありますけども受注のところから配達員の手配からっていうのがまあ全てデジタルデータでこう共有されているためにですね必ずこのビジネスモデルが変革された形と新しいビジネスモデルとして取り上げられているのかなと。 いきしそこにこういこうとしてもそもそもデジタルデータが自社に、ね、<laughs> なければですね <laughs> いけないんですなのでまず第一段階のところから確実に進めて頂ければなと。 いうふうに思っておりますはい、ありがとうございます大企業はね、IT の専門家がたくさんいるんですよねところが中小企業っていないんですよ我々としては本当に社員数がいなくて IT の専門家雇えないんだよっていう人たちのお手伝いをしてるっていうのが我々なんですよねですからそういう意味で自分の会社の中で IT の担当がいないからって諦めるんじゃなくて我々みたいなところにお話をいただければお役に立てるというふうに思いますしまあ、ですからうちもあのお客様と長くお付き合いをする中で 今回はこれ次回はこれって形で、まあ、ある意味で全部じゃなくてですね部分的なご依頼でやってる例もありますので是非ご検討いただきたいなというふうに思いますそれからですねあのリトアニア IT の先進国行ったんですよ行ってね話聞くともうとにかく会社の設立10分でできちゃうみたいなねとにかくみんなそのカードを自分で持ってて ID カードとそれからいろんな登録の持っててねそれでいろんな申請ができるこういうことをちょっと聞いたんですねなおかつそれを いいいろんんなな国に売っってててビジネスしていこうっていう、まあ、そういうそですよね日本はそれ数十倍遅れてますよね、まあ、要するに全部 IT で一気通貫できるはずなのにできてないっていう本当に日本は IT 列国だねすいません追加で <laughs> はい、えー、政府の動きとしましてはまさしく DX レポートを発信してからっていう形でデジタル庁もですね発足されてとまあ今の,あの中小企業向けの政策としてはまずは IT 導入補助金 といったですね IT の導入を支援する補助金とか助成金こういったものがどんどんね強化されておりますそういったものをこう活用していただくのがいいのかなというふうに思ってますし政府自体にこう申請業務っていうのがどん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 今デジタル化していってますとそろそろこう強制時期になってきましたデジタルの申請しか受け付けませんよと 企業向けにに関しては特にそうですねまだ個人向けだとですね高齢者対応っていうことでオールデジタルだと対応できないっていうことでまだ浸透してないですけども企業向けの各種申請は強制化が始まりまりした法改正もありましたね経理周りでいうと電子帳簿保存法っていうのが大幅改正されて電子取引で授受注された電子データこれが電子保存の義務化が2022年の1月から施行されました。2年間間のの猶予期間というももがありますけども 今後電子ででののやり取りりり取がが当たり前になるるよととといいいううう作り出そうと一生懸命努力しているという状況ですねあとは請求書ですね。請求書に関したインボイス制度っていうのがですね、あと1年半ですかね、始まりますけども、その中の電子インボイス制度というものがございますと、これはですね、デジタル庁直下の a i p a という組織がございまして、インボイス制度推進協議会というものがありまして、まあ世の中の請求書のやり取りですね、いろんなシステム各社使ってるんですよ。そうすると 互換性ということでデータのやり取りが完全にはできないんですけども欧米ではこれをペポルっていうですね仕様がございまして共通のこうね送受信の仕様があって他のこう違うシステムを使っていても請求データのやり取りができるような仕組みっていうのがありますと今その協議会に弊社も参画しておりまして一生懸命ですね企業間の請求書受発注の仕組みを各社のシステムが違ってもデータ互換ができるような あ、仕組みっていうのを釣り合わせをしながら進めて行っておりますのでそんなところもですね情報をキャッチしながらですね皆さんにはですね活用もですね今後進めていっていただければなというふうに思っておりますはいありがとうございますうちはあの会計事務所がスタートで IT の舞台を作ってきたのでいろんなお客様に IT の、えー、いろんなノウハウをお伝えできるっていうところ があっ当麻はワンストップグループにこれでなれたなっていう感じがします、IT の舞台がなければ、これはワンストップになってなかったというふうに私は思いますんで、まあ、ぜひですね、お気軽ににご相談をいいいいたただきたいという,ふうに思います自分たちでできることを、自分たちでどん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 やっていくっていうのが、DX を進めていく上でもお勧すすめなんですね。